車庫証明を取りに行く。これはよ、濡れティッシュだからさ、くっついてか離れんさ、落ちない。使う？大変なの落ちてる。ゴミの捨てていいもんだよね。うん、違うよ。あ、そうなの。あれ今日使うから触らんで。あ、触らんよ。うん。右に行くの？まっすぐ行くの？まっすぐ。これまっすぐの線か？うん、右の線はあっち。あ、そっか。あんまり動かなかった。あ、これ茶色やってるね。まっすぐの線はね。毛が飛んでるじゃん。これ怒るから。これに挟まってたのさ。ちょっとこう、あれさ、こっちに。これこれこれ。これこれ。朝もいいよ、頼む。トネが剥がれてきたんだ。あ、ちょっと伸びすぎよ。毛なんと。これだって、で、ハンドクリーム、これ。こんな色。
冬なのに寒くてやね、いかんやった。夏かったからな。早く使わないと腐れやすい。腐れましたね。この紫の草じゃん。どれ？ああ、これね。あれすごい流行るよ。これサスキで切ってから。あの木なんかチン切ってから、お。そういう草って言うんだはずあれ。でもこれはボーボーになっててもあんまり汚くないですよ。色でごまかしきれず。これはそうです。お茶のところも伸びてるよね。胸じゃないじゃない。休み入ってから切るさ。何もあんたが置いたので、変な電気みたいな。前だけ見ていて変な車が出てくるねと思ってた今。変な車が出てきやった。違う、前だけ、あ、後ろな見えなかったっけ。電話しながら。いや、あんなの掴めばいいの。車椅子です。あんまり惜しくないね。何？こっちのそば。チラーガって。チラーガ。美味しいところで有名なの。そばの沖縄料理が食べられる。だから食べられるチラーさね。思ったよりはあんまり美味しいおそばじゃない。昔ながらのあっさりのやつ。シリコなんか働いてるところのグリーン、この紫色。だったっていうところ。うん、だった。でもあっちからで。もう鳴らしないで。もうおいしょ。
車ももらってるから上等さった新車。こんな話同じ話長くこれはいいさった。だから色どんどんついてくるね。国神大変だったんだね、大雨ね。あれち、あれよ、この前はもろ浸水してた。テレビでやるとさね、あの車に水が入っていた半分ぐらいとか、上等車、軽だったけどびちょびちょになってるよとか、まさかキキの車って思わせ。キキまだ1年だ、なんかさ、あれ保険聞いてるさね。わからん、聞いてる。聞いてて保険が。ヒートを呼んでからヒートをち、あの、あっち持って行ったの。多分直せないはずみたいな。浸水したら普通はもう廃車なのはず。廃車よ。だからあの新車だからもう保険入ってるから新しいのと交換である奥さん。新しいのと交換っていうかあの新古車だったあれの。自分さあの、うん、保険金額以上のもんは出ないよ。あそうね。橋浸水して交換のにも関係ないさ。車両保険でいくらって設定したらその分しか出ない。あそうね。今台車乗ってるって。これで直すとか言い出したら怖いね。あ？直す？直らんはずよって言った方がいいさ。浸水した方が直らんってことさ。直らんから多分新車と交換だはずよって。あちがやってくれたらいいさね新車と。いや。ただで。保険かけてるって自分で言うんですね。この保険分だけね。バカのおばちゃん。でも1年になってないから大丈夫じゃない。関係ないよ。なんで1年になってなくても1日でも乗ったらもうあれさ。ちゃんこしちゃうね。え、バスよ。飯島観光バスにいろよ。あ、そう。飯島に行くのかね。あ、そう。同じこと何回も言わんで飯島観光バスあちこち走ってるでしょ。え、分からんよ。もうじゃあんまりどこも行かんから。この話何回もやってるから。あ、そうね。何気よ。じゃあ飯島から来たんだ観光で。違うとか株式会社飯島観光バスって書いてあるでしょ。この話も何回もやってるよ。観光。ああそっか。会社の名前が飯島観光バスだわけさ。あ、びちゃびちゃ。足イフランの街切る。だからあそこでやってて大きくなったんじゃないの。うん、バス。こっちに曲がる人がいるから避けてるんです。しかも方向指示器も入れてくる。こんな人だわけさ。トントンテイティのこっちか。こっちかってのは知ってるわけ。テレビでコンバーシャルするから。どんどん汗こっちも、うん、相当くそぼうぼうだね。さ、なんで人のお家。うん、そう、終わったやん、くそぼうぼうと。外の草草草。ああ。もう過ぎて。草が茶色になってる。ああ、もう黄色からオレンジになるって。ああ、あの木ね。木の話じゃん。で、草って言うからさ。草さ、木と一緒さ。あれ切れる。いいさ、草木は一緒。違うよや。木と草。あれ
あっちにいっぱいあるさ、うん、あちこちあるね、これね、この辺は植えてあるって言ってるさ、前から今まで風のもいっぱいあるってよ、貞子が、うん、あるさ、あちこち黄色からよ、あ、オレンジ色になる変な草があるよって言ってた、うん、あ、これさ、だからさ、違う、危ないやんた、スマホよりも危ないんだ、チャイルドシートにあのお米乗せてた自転車、チャイルドシートあれさ、自転車ね、自転車にチャイルドシート、うん、何かね、あれお米乗せてた、聞くかね、この車、うん、聞くはずよ、こんだけだから、いや開けてるさ窓、じゃあ聞かないわけさ、別にいいわけさ、聞かんでも両方開いてる、こんだけだから、不良品サラリア、コーラチキン、丸亀うどん一回行ったよね、うん、うん、こっちだった、うん、こっちだったもんね、一回食べたことある、昨日なんかチャタンの行ったことあるけど、こっちはわからんな、こっち一回行ったよ、どこかの帰りから宜野湾のには2回ぐらい行った、赤津山ちゃんの持ち帰りうどん持って行った、テイクアウト、
この黄色い幹が太いさあれ直径50センチぐらいあるはずだね。怖い。これ何？ガジュマルじゃないよね。どれ？この黄色、これガジュマルじゃない、じゃないよ、これあの木さ、だからあの植えてから大きくなるっていうの、うん、続きずるすごいコロコロ大きくなったらいいよよ。怖いね。うん、おうちもおうち壊るよ、根っこが張っていってから。何で植えたの？これ自然に入るわけさ、あの鳥とかあんなのがあの持ってきてから。怖いね。うん、うんこしたりとか、あのあれですよ、これ誰もこっちこの辺見ない、こっちバルバルね。涼しくなったから、うん、ススキが出てきて、だからちょっと息にして、うん、寒くなる。私の持ってる帽子の中ではっていう意味や。あんな高いのいっぱい買ったの。だからよ。違うよ、あんた大体1000円とかあんなもんだよ。だあの帽子。1000円とか。これ、もう一つして白いのも300円。100円のなかったさ。これ一個だけあった。300、あの、縁談の向かいにあるさ。うん、あっちのもうとか愛情投資さとか取ってか株とか愛情投資とかこいくらとか300円とか愛情投資と怒るかをさとか。なんか証明書も必要ね。何の証明書って？違う、取るのにさ、借子証明書、借子証明のし、あれはもうあとはもう取るだけだから手数料がかかるだけ。いくらかね、いくらだったかね、2000円で足りたんですよ。2000円あっちに行くわけ？富城署で。富城に行ってからまたあっちまで行く？あの、そう、浦添のあっち。浦添の。あそこでもまた買う。あそこは名義変更の代金がかかる。印鑑持ってきたかな？はい。持ってるか？わからん。わかんないで。後で、カバンの中に。豊見大橋っていうの。うん、豊見大橋。ね、あっちから昔来よったけどさ、なんからこっちから来たのあんまりないよ。こっちからあんまり渡って行ったことない。日見入りが混んでたからこっちから来たんです。あ、そうね。これ万古公園さ。うん、水鳥センターさ。ね。マングローブだよ、これ。マングローブも大きくなるんだね。なるさ。違うさ、上にさ、うん、大変さ。これだからセルカットしたりしてるよ。ねえ、しないとあれも大きくなってるさ。うん。びっくりしよう。そこをトントンミーとかカニがいる。うん。それを食べに山、渡り鳥がこっち来るから。
茶直ししたこっち、味噌作ったこっち、違うよね。ざまみさん。ざまみ。あれぐらい大きかった？前から同じ。前から一緒ね。ただあの塗り直しとか。ああ、改造しただけ。あのざまみ管理店の社長やったもんねや。みさん。違うさ。ここ通すたび言わんでも何を聞くのだ。違うさな。売れなかったのかね。何が？なんかざまみ管理店のあのあれが。経営がさ、茂子なんかがあの住んでる、デジタル化したから紙が少なくなったんじゃない？あのほら、あの茂子なんかお家があるさね、ざんまみの、うん、あのざんまみさんのお家さ、旦那のお家のとこ、うん、お家作ってたけど、もうなんかわからんけども、息子の息子か孫の代なの代になってる風じでさ、あのお家が、うん、あ土地がよ、お父さんが生きてる頃これは兄弟だからって言ってからにもただで借りてお家も作ってったきさ、今考えたらバカじゃんさ、あの時にあの買ってからあの自分のお家作っとけばよかったきさ。だけど昔の人は兄弟には、うん、うん、まあ一体うまくやってくと OK って言ったら、あそうね、じゃあただだったらいいさって言ってからお家作るさ、うん、あの昔の人はよ、うん、こんなで7でお家作るからもう時代になったから、これも見たらこの土地があの、 あのお父さんの名義だから、この遺産相続とかこんなのいろいろあってから、あれじゃもうお家作ったって、こっちも、もうお家も古いから、もうおばあが死んだらもうあの引き渡すっていうあれで、もうあの土地はざんまみ家のものになったわけさ、あっちの長男家に。で長男のおじいの時だから、あっちのお父さんこっちに働いていたよ、90歳まで。あ、そのこの人バス乗って来てからさ、歩いてかけよった、こっちに仕事してる、90まで。もし背は小さいけどない、とっても元気のある男だった。なんか年金いっぱいあったんじゃないかとか、これはこんなのまだ分からんけどさ、潰れたの。だからよね、紙屋さんが潰れたんじゃないの。なんかもうちょっとあのいろんなこともやってたはずよ。引っ越したのかとか、そんなのわからん。いやいや、もうざまに紙店ないはずよ。昔はね、流房があるさね、昔の流房わかる、うん、今の流房じゃなくて、うん、あっちの隣にざまに紙店ってあったっけよ。最初あっちがスタートだろうけよ、また小学校だったわけよ最初はよ。あの神店の隣に喫茶店があったの。隣にいたおばあが、あざまみ家が、喫茶店していたわけさ。だけどあっちもバス停だったけど、なんかわからんけどうまくいかないで、もうあっちも借金して逃げていったわけさ。だけど昔はね、わからん、ざまみ神店があんな大きいのかね、ビルが。いろんなのことやってるはずよね。なあ、ほら、何をやってる。紙だけではないはずよね。紙って言っても段ボールさ。だから段ボールでも、あの大きいビル、みんな段ボールね。うん、ってことは、あのざまみ神店っていうのはさ、あの、流房の隣のあの、あいた、あの、ざまみ神店ってお店が、あっちはあれじゃなかったよ。文房具とかいろんなの売ってたよ。じゃあ文房具屋さんもやってたんですか、うん、事務用品みたいな。事務用品とかさ、あのこんなのさコピーする、もうおーちゃんコピーも やったことないか分からんけど、あんなのとかさ、もういろいろあの時代であっちそれもあいやもう金持ちさんや。だっておーちゃんが小学校の時にあって鉛筆もやない時代なんだよあの牛耳とかあんなのがあるさね、あの牛耳がさ、神牛見て言ってから、あざま家のね、本家の牛見には子供たちみんないたらノートと鉛筆一本もらえよったっけよ。だから牛見は必ず生きなさい生きなさいって親がさ生かしよったっけよ。それうちはみんな生きよったっけ、小学校この鉛筆とね、紙もらえにないのにして。バスは私時期出してるんだから入れればいい。
すごいね、こっちのランチも無理よね。ちょっとペンギン乗ってるね、無理かも、剥げてるさ。こっちも入りづらいでしょ、県営住宅。なかなか入れんはずよ。県営の市営ね。入ってあるはず。見えなかったさ。マーク見たら分かるよ。見たらいいっす。見えないさ。だいたいあっち側の壁に書いてあるよ、マーク。赤いの。県と市両方あるよ。うん。どこ県じゃない。あれが市。あっちにいるやつ。こっちに入ってる人、なかなか引っ越ししないよね。まあ、そうか、ね、安いから。ヒートラッチも引っ越ししないです、あっち安いから。でも所得に応じてね、あれも変わるってよ、アパート賃は。でもあれも何十年も住んでるやんか、子供たちが小さいとこからだから。あるさね、で、りょうこさん、国橋のりょうこさんが私にあんな言うわけさ。あのおばさんよ、最近はよく、上等、よくチラス出して出かけるよって言うわけさ。そうね、って言ったか。だって、昔はね、キキが分かるってあれ、古着屋して言ったって、あのおばさん。これ止まるの？いや、曲がるの？止まるの？止まるんだよね。信号だよ。違うよ、止まりよったんだよ。今止まってるんだよ。乗るんだよ今。男の人が立っていたよ。向こう止まってるよ。いや、あれ今降りよってさ、あれこれじゃ降りるし。これちこのバスから降りよってよ、バレ。変なところにね、もう引き込み線作ればいいのにね。バスの屋、おらんちゃん分かった分かった。引き込み線作らんわけさ。バスの屋、いたすね。いるけどさ、あんまりいないから、昔あんた並んでから乗りよったさんや、バスも。あっち昼休みってもある？何？あれ12時になったらいる。うわ、分からん。もうあんまり今いっぱい言わないで。何気？雪こっちまで来てからさ、その農薬やおいがちゅうんだ。昔の話でしょ。うんうん、でうちが棚にさ、あの人形とかいっぱいぐじぐじって飾っててさ、あれも箱に詰めて持ってこう、のそのばっかってか、なんで持ってって売ってく、死ぬぞんどってか、あく戻せって言ってから戻せったよ。みんな取っていった。なんだろうけ、裏へ人が集めたら、まあ、ガラクタではあるけどさ、好きであの小さいの500円でや買ってから、内地の旅行に行った時もや、買ってから持ってきていっぱい入れてるな。考えたらもらっちゃいや。マックに行くの？食べる？お茶はあるからね。
ハンバーガー、ハンバーガーみたいな、小さいハンバーガー、小さいハンバーガー、今テレビでコマーシャルやってるハンバーガー、どれ、うん、普通のちっちゃいクーポンがついてるやつ、あれじゃ小さいのでいい、飲み物、あれいい、お茶があるから、セットだもん、セット、じゃあ何であるわけ、飲み物、オレンジ、アップル、ミルク、野菜ジュース、総研美茶、こんにちは、いらっしゃいませ、お客様、それいりますか、注文少々お待ちください、はい、じゃあオレンジでいい、オレンジ、うん、お茶うまくていいの、ハンバーガー、あの、いいハンバーガーで辛くなければ、お待たせいたしました、待ち物ハンバーガー、クーポン番号534、クーポン番号の534ですか、はい、はい、発注セットですね、はい、ソーケミチャって言ったオレンジ、オレンジ、ポテトとオレンジと4番、4番ですか、はい、はい、4番、他にご追加ございますか、クーポン番号580、クーポン番号の580、はい、はい、こちらのハッピーセットのサイズをいかがいたしましょう、ポテトでいいですか、ポテトで、アップル、アップルですか、で4番、はい、4番、はい、でクーポン番号842、クーポン番号の842、840何番ですか、842、842番、失礼いたしました、はい、アイスコーヒーですね、はい、以上でよろしいでしょうか、はい、はい、ハッピーセットが2個にアイスコーヒーですね、はい、はい、袋の方でまとめいたします、お会計が1020円になります、お車を気をつけて前にお進みください、ありがとうございます、なるほど、なんか美味しい、あ、うん、こっちは、ね、いらっしゃいませ、お会計が1020円になりますね、あ、ちょっと待ってください、あ、ありがとうございます。はい。だいぶ年配の人だったね。あ、分からん、見なかったか。なんで？これマックの写真撮ってて。マック近くで見たの初めてさ。さ、自分で撮って。もうこれ。うちらさ、こっちから引っかかって、ドアの変なのが。携帯忘れた、持ってる、危ないから流れたら一人で作ってんのかね、そうでもないか、一人では作りきれんでしょ、いろんなのある、でも相当年配の人だったさ、さっきだった60以上、60以上も働けるのかね、働けるんじゃない、いや、あらんと思う、まあ週に1回とか働けるはずよね、今はもう年配しかいないさ、マクドナルドこんななんか年齢制限ないと思うよ、僕は、うん、マクで働く、あなたがならんしな、ならんはず、あっちこれ改造してるね、この耳とマイクでこれやって、こんなのできないし、ようなこと、そう、
ドライブスルーの注文を聞きながら、うん、他の人の会計しながら、だから絶対パニックなる。パニックなるよ。このあれ二重人格できないよ。ああなんてって言ってから注文ができないやつ。こっちにもいっぱいあるさ、あの木あるよ。台湾桜って言った？ん？これに何て言った？ハンバーガーのハッピーセットの方にナプキン多めに入れてますね。はい、ありがとうございます。中に一緒に入れてます。はい、ありがとうございます。おろしたいからちょっと動かして。飲み物を取って。待って。こんな置いとけばいいの、地面に。ずっとしか空いてない、あんた。あれ、また間違ってって言わんでよ。これしか入ってない、当たってる？当たってるよ。こうやって来てくん、これも持ってる、これ持ってる。これって言わないで、あの運転手で来て。どこか、あー、あってるよ。ほら、一つはこれになってる。これ、ビンゴ。オレンジ。これ何？オレンジ。あ、オレンジって言ったやつ。こっちに下げとくから。下に置いたらいいさ。置くよ。どれがハンバーガー？どっちでもいいよ。チーズバーガーかハンバーガー。これ何バーガー？ハンバーガー。これにティッシュ入ってるって。これ。あっ、手だよ。上の方が取ればいいのに。からもこれ。違う、あのこのさ、ティッシュはこっちね、こっちから取れるようにってわざと半分短くしてるの。一緒に踏ん張るわさ、このバス。
あ、まあ、ちょっと待ち。昔からあるね。あんま好きな匂いじゃない。取ればいいっす。うん、取るのね。置くところもない、ね、琉球鶏ラーメン。煙って開いてる。煙禁止の海側から焼肉屋さんだから煙の力さ。違う、開いてるさ。ん？開いてるさ電気ついて。開いてると焼肉屋関係ないでしょ。焼肉屋って言って夜開くんじゃない。いつ開けてもいい。あ、もうこの人なさない。当たってるかこの人。ああ。曲がりきれない。違う。あの車が。真ん中に止まってるから入る。うん。わかる。あの車も最近さ止まり方。あれレンタカーやなんて。うん、レンタカーって。どうレンタカー。久しぶりに天気がいいさ。みんなこの人出てくるわけよ。ハンバーガー取る？さっきのゴミこれ。開ける？開いてるか。いいね、見てるな、この車。それも女だ。でさ、しかも女がよくレンタカー借りてからね。あれだよな。でさ、あっちこっち行くね。でさ、オレンジ酸っぱいこと。砂糖入れたらいいっす。このエビスのあのエビ美味しそう。でもこれ何なんだよ。写真は美味しそうに見えるけど実際は美味しくない。
日焼けするさ、車に乗っとって日焼け止めクリーム塗ったらさ、でもどうしよう、この辺来たら駐車場が広いさあるね、なんか食べ物屋がいっぱいあるね、こういう感じだね、とんかつ太郎一回行ったことある、こっちに宮古島のバスシャッター閉まってきた、もう綺麗なバスよ、中月用ですもんね、去年呼びね、中月曜日休み、月曜日じゃない、木曜日って書いてあるの、第4で第4、そば屋もくらんだから、高速がつながるわけさ、こっちまで、ああ、高速が糸満までは行くとき、こっちから行けるでしょ、高速、うん、これとつながるわけすごいね、今はただね糸そこさ、コーラもみんな消して、窓開けるよ、窓開けてから、いやじろ、開ける、消していいよ。